文豪大野市の応援リポーター藤村幸喜です。私文豪大野市の出身でふるさと大使も務めております。地元の PR しっかりと頑張ります。さて今日は特派員の浅野さんからメッセージが届きましたので、まずはこちらをご覧ください。藤村さん、特派員の浅野です。文豪大野市が今日紹介したいのは毎年恒例の尾形チューリップフェスタです。例年県内外からおよそ5万人が訪れる大人気のイベント。今年はある助っ人のおかげでさらに多くの観光客が来てくれそうなんです。その訳を調査してください。そのチューリップフェスタが開催されます原尻の滝に来ています。絶景が広がっています。天気もいいな。現在3月中旬なんですが、あ、もう花が咲いているものもありますね。オンエアの時にはきっと満開のチューリップが皆さんのことを出迎えてくれるはずです。このチューリップフェスタ、私も幼い頃から大好きなイベントの一つなんですが、助っ人は誰ですかね。気になりますね、助っ人。文豪の市尾形町の名所原尻の滝、東洋のナイアガラの異名を持つその滝の周辺で毎年春に行われるのが尾形チューリップフェスタ。130種類28万球の色とりどりのチューリップが咲き誇り、訪れた人を魅了しています。1992年に始まったチューリップフェスタも今回で32回目。そんなイベントに今年新たに加わった強力な助っ人、一体どんな方なのでしょうか。あの方々でしょうね。はじめまして。はじめまして。カボスカンパニーの渡辺純子と申します。こちらがチューリップの妖精のサニーちゃんです。サニーちゃんもね、うん、はい、文豪の市で大分が誇る特産品カボスの生産や販売を行っている渡辺さん。そんな渡辺さんが所属するカボスカンパニーが今力を入れているのが、もしよろしかったらチャンネル登録、高評価、グッドボタンよろしくお願いいたします。動画配信 YouTube、 カボスだけでなく農業や田舎暮らしの魅力などを積極的に発信。コメントでは農作業の参考になる、超楽しそうとじわじわと人気を集め、会社で運営している2つのチャンネルの登録者数は今では5万2000人超え。すごい。総再生回数はおよそ4200万回と多くのファンを獲得しているんです。何度も見る方も多いんです。ちょうどコロナ禍だったので、まあ、文豪のに人が来なくなったんで、まあ、少しでも観光情報とか地域情報を発信したくて、それで始めました。こう日本全国の方たちと価値の共有ができたらいいなと思って。そう、動画配信を通して国内いや世界に発信を続けるカボスカンパニーが今年はチューリップフェスタの広報担当に就任。早速第1弾としてアップされたのが、ということで今日はですね、あの日本文理大の学生さんと一緒に、商工会女性部がチューリップの球根を植えるということで今から始まります。では今から参りましょう。この日は県内の大学生や商工会とタッグを組んでチューリップの球根植えに挑戦。2時間ほどをかけて丁寧に作業を進めていきました。ちなみにこの日以外にも今年は合わせて600人を超えるボランティアの方々が球根の植え付けに協力してくれたんですよ。大学生の皆さんに花が咲いたらぜひお立ち寄りください言ったんよ。そうやな。新たにカボスカンパニーが広報担当に就任してさらに盛り上がる予感の尾形チューリップフェスタ。絶景の原尻の滝と色とりどりのチューリップのコラボレーションは必見です。このうららかなこの原尻の滝をゆっくり散策して春をね楽しんでいただけたらいいな。のどかですもんね。もうストレス抱えた方とかもう本当にいろんな思いのある方、ここに来たらパーッとパーッとねえサニーちゃんすっきりするよね。この春は原尻の滝、はい、尾形チューリップフェスタに来て、はい、そうです、皆さん全てを解放しましょう。滝放って
カボスカンパニーさん楽しい方ですね。ねあのですね、はい、今日撮影されたチューリップ夫妻の写真が届いておりまして、こちらご覧いただきたいんですが、これなんですよ、チューリップ咲いてるんですね。リコさん、お花お好きですか？お花も結構お家でもこうやったりはしますね。結構飾ったり、うん、飾ったり。そうですか。本当色とりどりだしね、どこ撮っても絵になるんですよ。ちょっと写真撮りたいですね、いっぱい。本当ですよね、いろんな色もありますし ね。そしてリコさん、はい、何やらこのチューリップウエスタの会場で、はい、お洋服を販売されるんですね。実はそうなんですよ。詳しく教えてもらっていいですか？はい、韓国の子供服をちょっとやってまして、はい、で販売されてる。そうなんですよ。一応ネット販売からもやってるんですけど、大分だと、イベントに出店するって形で、ごくたまになんですけど、で、たまたまこのチューリップフェスタに、13、14の土日にちょっと出店をさせていただくっていう形で、このお写真のような感じで。そうなんです。これ以前のイベントのお写真ですか？そうですね、これはドームでやった時のイベントに出店して。お子さんですよね、この写真。はい、息子と娘です。お二人が着てらっしゃるお洋服はこちら韓国の、はい、そうです。はい、ちょっとね、ここがね、恐竜なんですけど ET みたいになってたりとか、カラーもいいですよね。そうなんです、はい、パキッとしてるっていうね。色合い素敵ですね。もうどこ行っても分かるような感じですね。そうなんですか。これもそうですね、イベントで2日間ぐらいやったのかな、この時は。はい、韓国のものを仕入れてこう、はい、お売りになるということ で、 そうです、ね、なんかトレンドとかあるんですか、その年。トレンドは多分そんなにないと思うんですけど、はい、色合いだったり日本にはないようなこのカラーっていうのと、はい、デザインですかね、そういうのを結構主に持ってきて販売してるっていう形ですね。今回はチューリップフェスタで楽しみです、ね、はい、ぜひ遊びに来てください、はい、13、14です。今日は文豪の詩の話題でした。